Messieurs et Mesdames, sont de LAN. Sont de LAN 2.
Embrouille de Gadji devant la maison, j'arrive dans 5 MN.
それいいでしょう。ルジバのジャンカーマーケットでコアフレームを売ってたから買ったの。私が乗っていたのと同じ。そうなの？売ってくれたジャンカーは顔にひし形のペイントをした盗賊から買ったって言ってたよ。あやつらか。転んでもただでは起きんな。もしかしておじさんのだった？どうやらそうらしい。そうだった。いいのか？いいよ。組み立てるの楽しかったし、いろいろお世話にもなってるから。すまんな。ありがとう。いいな、俺も自分の車が欲しいぞ。コアフレームがあればペルゼの分も作って。目が赤いな。寝てないのではないか？うん、車の組み立てで徹夜しちゃった。ジャンプメカをほったらかして何をやっておるんだか。ほったらかしにしたわけじゃないって。ジャンプメカを作るのは設計図がないと無理っぽいの。え、なんだよそれ。仕方なかろう、特殊なメカだからな。設計図なら東亜町長が持っておるかもしれんぞ。反乱軍が残した資料にジャンプメカの記述があったと言っておったじゃろう。それだ、じいさんのとこに行ってみようぜ。よくじいさんの話を覚えてたな。戦車を強化したくなったら素材と作業に必要な、しっかりパワーアップさせるよ。なあ、ジャンプメカの設計図持ってたりしないか？設計図？いや、持っておらんが。前に反乱軍が残した資料に記述があったと言っておられただろう。ああ、そういえばそんなこと。少し。あったあった、こいつのことだな。持ってるじゃん。少し預からせてもらっても構わんよ。サンキュー、じいさん。ほら、頼まれてたもんだ。おお、ありがとう、助かったよ。では必要なパーツをいただいて、残り。え、もういいのか？なあ、わしが欲しかったのはこのパーツだけだからな。残った部品もメカの武器の強化に役立つはずだ。持って行ってくれ。そっか、サンキュー。あ、設計図持ってきたぞ。本当にあったんだ。すごい、これがあれば完成させられる。早速取り掛かろう。パーツが足りてるといいけど。
この実は魔物水を奪っていると聞いたことがあってつい怖くなってしまったんです。まるっきりの嘘ではないが噂とは。誰が手当たり次第だよ。国王軍から必要な分だけじゃん。軍から？銃を持った兵士を相手に？ベルゼブブさんってすごく強いんですね。危険に満ちたサンドランドを旅してこられたのも納得です。危険？あなたくらい強ければピンとこないかもしれませんね。でも人間にとって旅は本当に過酷なものなんです。補給のままならない砂漠をただ移動するだけでも大変なのに、盗賊団やラプトルに襲われることもありますから、町一つ移動するのも命がけなんですよ。そんなもんか。そんなものだ。私も一人で旅はできない。旅慣れた行商人でさえ少し運に見放されただけで命を落とすことがあります。目的地にたどり着くだけでも幸運が必要なんだ。ベルゼたちに会えた私は運が良かったんだね。はあ、こんな話をしていたら急に心配になってきました。何が？実は馴染みの行商人さんに新商品を発注しているんです。でも約束の日を過ぎても一向に届かなくて。とても運の強い人だから大丈夫だと思っていたんですけど、もしトラブルに巻き込まれていたら。あのベルゼブブさん、
もし旅の途中で行商人さんが困っているのを見かけたら力になってあげてもらえませんか。まあ気が向いたらな。ありがとうございます。よろしくお願いします。行商人さんのことよろしくお願いしますね。ところでアイテムショップに何かご用ですか。ありがとうございました。よし。いいね。いいね。王子がジャンプメカを壊さなきゃ苦労せずに済んだんですけどね。そういうことはさっさと忘れろよな。
事。わしは運がいい男。だからきっと目を開けたらそうに違いない。でもまだ怖いから。なんだ、下にいるラプトルにビビってるのか。仕方ねえな、軽く追っ払ってやるか。なんで目をつぶってるんだ。そりゃだってラプトルがいて怖いから。ラプトルなら追い払ったぞ。え、おお、本当じゃ。ラプトルがいない。やはりわしはラッキーボーイと思ったら魔物がおる。まったくラッキーじゃなかった。世話しない男だな。ラプトルがいなくなって。スピノ町に？もしかしてお前行商人か？いかにも。だったらまた襲われる前に急いで行けよ。アデスが待ってたぞ。なんとお前さん、アデスの知り合いだったか。というか別に生意気だったからぶっ飛ばしただけだ。そうであったとしてもわしが助けられたのは確かだな。これは謝礼だ。取っておいてくれ。いらねえよそんなもん。まあまあそう言わずにちゃんと礼をせんと運が逃げるでな。あ、こら勝手に押し付けるな。では忠告に従って急いでスピノ町に向かうよ。でおたく、何なんだあいつ。最後まで話を聞かないやつでしたな。もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。行商人さんから話を聞きましたよ。魔物ってベルゼブブさんのことですよね。私からもお礼を言わせてください。ふん、何のことだか。お礼の言葉くらい素直に受け取ればいいのに。おかげで商品のラインナップが新しくなったんですよ。よかったら見ていってください。いらっしゃいませ。
何かしていく？いらっしゃいませ。ありがとうございました。していく？Thank you.
行ってらっしゃい。何かしていく？